皆さんこんにちは、俺が A です。今日はですね、ファンタジードライブっていうね、こちらのゲームの方やっていきます。まず見てわかる通り、めちゃくちゃグラフィックが綺麗、そして本格 3D オンライン RPG なんです。これ、実際ね、ちょっと遊んでいきたいと思います。クエストの方行きましょう。で、ノーマル、ハード、まあノーマルバーッとクリアすると今度ハードに、ね、チャレンジできるようになります。はい、ハードのこちらで、ちゃんとね、こうパーティーもありますし、ちゃんと、ね、強化することもできます。それではやっていきますね。どういうね、 3D オンライン RPG なのかっていうのをこちらでご紹介できたらなと思います。まずですね、こういう風に動かす、指でこう追ってくれるんですよ、キャラクターたちが。はい、で追ってくれます。で、行きたい方向に進んでいくと勝手にバトルがスタートします。この自分のパーティーが個人的にこう自動的にね、攻撃をしてくれます。で、こういうこともできますし、戦い相手にタッチするとそこに集中して攻撃することも可能です。で、左下にオートってありますよね。オートをしてもらうと自動的に本当進んでいくんですよ。はい、で、この時に右下ですねを注目してもらうと光ってますよね。で、こちら押すと必殺技発動になります。で、そういう風にちゃんとこうね、バトルの構成を考えて、で、必殺技のメーターが溜まったらバンバン打ってくっていうね、スタイル、もしくはあえて打たずにボスまで溜めとくっていう手もあります。で、今キューピッドってね、左上にね、メーターが出てきました。この子がボスなんですよ。なので、できるだけ俺は必殺技打つときはですね、このボスの子を、タップして、こいつに集中的に必殺技を当ててきます。はい、こんな感じです。グラフィックがね、マジで綺麗。はい、そして戦闘勝利で、こちらで、アイテムをね、ゲットできます。お、レベルも上がりましたね。そんな感じでどん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 ね、進めていきながら自分のパーティーも、作っていくと。そしてちょうど今バトルモードの方がね、追加できましたので、こちらの方もやっていきたいと思います。長押して相手の構成情報をチェック。はい、こんな感じね、この相手は。さあ、このような戦闘になりますんでね、やっていきましょう。これはもう自分の、自分のね、育てたキャラクター同士がもう自動的に戦う、完璧に、なんて言うんでしょうね、シミュレーションじゃないんですけど、見て戦っているところをね、どちらの方がこのパーティーでは強いかっていう競い合いですね。まあ、上の方を見るとタイムの、左と右に戦闘力っていうのがありますので、ここでね、ほぼほぼ、まあ、勝利条件というかね、そこが変わってくるんではないでしょうか。はい、これで勝つと報酬を1つ選択してくださいということで、ね、3つ出てきましたんで、男は黙ってど真ん中、はい、そういう風にね、こういうちょっとね、遊び心もあります。そしてこちらね、占いということで、まあ、キャラクターをね、ゲットできる、要はガチャですね、があるんですけど、こちらは1回ダイヤ300個使うんですよ。で、俺持ってるのが今200、どうやって増やそうか。ただ無料で、まあ、増やすことができるんですね、これ。それはですね、こちらの、まあ、押してもらった右上にダイヤゲットっていうのがありますよね。こちら押してもらって、まあ、達成条件でダイヤをゲットということなので、こうやって無料のね、ゲームとかも、ただダウンロードするだけで150個もらえたりね、します。はい、ということで、もろもろね、無料でゲットできました。それでは占いの方やっていきます。真ん中、イベント開催中。はい、こちらね、2回引けますんで引いていきます。さあ、何が来るか。アイリーン、星さんだね。おお、すごいすごいすごい、ちゃんとアクションがね、このカード内で出てきますね。そしてもう1回いきましょう。うん、女性戦士ですね、また。しかも補助型だって。なんか多分回復とかそういう系で補助をしてくれるタイプなのかな。
そしてね、俺が使ってるこの風魔小太郎、こちらを昇格させていきたいと思います。 GO！ さあ星がね1個増えて4になりました。一気に上昇しましたねステータス。それでは、ちょっとね編成ちょっと変えてきましょう。今使ってるまあ小太郎も入れたいな。小太郎入れてくか。小太郎プラス先ほどねゲットした2体も含めていきましょう。リーダースキルダメージ5アップ、リーダーはね小太郎で、よし保存。さあこんなパーティーでねちょっと最後クエストの方やっていきます。もちろんハードいきます。小太郎のちょっとね伸びも気になりますんでね。そしてまあ動かすことも可能なんですけど、ていうか負けたし、おいおいおいやばいぞ。強っ小太郎、お前なんで負けたんだ。まあ、ということもあるんでね、ちゃんと気をつけてください。タクシー、やっぱ安定パーティーでねちょっともう一回武士の飯に行きますか。こちらのね面です。もうほぼほぼねまあ、オートでそれで、選択してあげてね誰を倒すとか、まあ、でも個人的にこう動くことも可能なので自由にそれもね兼ねてやっていければすごい楽しめると思います。逃げるときは逃げれるんでね、全然オートにしてても、まあ、必殺技もちょっと放っていきましょう。はい、そして小太郎、いいね小太郎って名前結構いいよ。さあこっちのね外の、雑魚キャラもいますんでちょっと邪魔なので倒しながら、はい最後必殺技だ。いいね、グラフィックがねとりあえずやばいわこれ。という感じで、ファンタジードライブの方やってきました。このゲームなんですけども他にもたくさんイベントの方やってます。毎日ね討伐のクエストもやってます。そしてオンラインバトルということでこうギルド、まあ、チームみたいなのを組んでねそれでみんなで戦いに行くってことも可能です。もちろんあとはどこまで突き進めるかっていう限界に挑戦するモードもありますんで、ずっとね無限に突き進んでいく、どこまでいけるかっていう、まあそれはね自分のパーティーがどこまで強くなったかっていうのもまあ分かるようなモードもありますんで、そちらもねやってみたらいいかなと思います。はい、ということで今日はファンタジードライブの方遊んできました。ぜひね気になる方は説明欄の方からダウンロードしてみてください。めちゃくちゃ大迫力で綺麗、まずグラフィックめちゃくちゃ綺麗だからぜひねやってみてください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。では、次回も、ムダ毛チクゲ動画でお会いしましょう。